まず、お一人ずつご挨拶と初日を迎えての感想を一言ずつ、まずは安倍様からお願いいたします。本日は皆様、えー、お越しください。ましてありがとうございます。えーまあ、あの昨日からオリンピックも始まってますし、えー、皆様、えー、お忙しい中、今日ここにお越しください。本当にありがとうございます。えー、この映画は3年前に、 えー、前編マレーシアで撮影させていただきました、えー、あのもうマレーシアの中監督を中心に信者さんもそうですけども暑い中みんなで力を合わせて、ま、全部で9カ国のスタッフキャストが集まって、えー、この作品を本当の集中力を持って挑んで撮影していたことを思い出します、えー、それがいよいよ日本で公開されるということで非常に嬉しく思ってますよろしくお願いします 他说，在电影在日本公开呢，我觉得非常的高兴。因为昨天我们奥运会也开幕了嘛，我们大家百忙之中还来我们戏院看这个电影，所以我觉得非常的高兴，感谢大家。那么这个电影呢是三年前在马来西亚拍摄的，那么我记得导演新杰，我们还有九个国家的工作人员呢，在非常炎热的情形之下集中精力完成了这个作品。那么今天这个作品在日本公映呢，我觉得非常非常的高兴，谢谢大家。ありがとうございます。 えそれでは、リシンジェさん、お気持ちをお願いいたします。那么では、シンジェ观众朋友讲几句吧はじめまして、私はシンジェです。よろしくお願いします。こんにちは、アベさん、お元気ですかお元気ですか私は、シンジェ日本观众你们好 很谢谢你们監督をはじめ現場の、えー、観客の皆さん、本当に、こんにちは。今日は映画をわざわざ見にくださいましてありがとうございました、はい。ありがとうございます。それでは、トムリン監督、お願いいたします。大変、ニエちゃんとチ <noise>、uh, 大家好、我は林淑宇 啊、呃，其实要讲的，刚刚那个阿布宽先生跟李新杰都已经讲完了，<laughs> 就是非常的感谢你们今天来呃看这部电影，然后呃非常荣幸，非常开心。呃，我觉得这部片子能在日本上映有它特别的一个意义，那各位观众也都看到了，呃，这部影片想要传达的一个呃正面的一个一个一个能量。 で皆さん、こんにちは。私は監督のトム・リンでございます。実は話したいことはすでに安倍さん、シン・チェさんがもう全部代わりに語ってくださいましたので、まあ、私はとにかくこの場を借りまして、観客の皆さんの感謝を申し上げたいと思います。実はこの主演にあたって、私は今大変。 光栄に思っております。とても嬉しいと思います。で、まあ、特にこの映画がですね、観客の皆さんにどういうメッセージを伝えようとしているのか、多分皆さんもご覧になれば分かると思います。とにかく前向きで、プラスのエネルギーを皆さんにお伝えしたいと思っております。ありがとうございます。では、皆様に質問をさせていただきます。えまず、本作が皆さんにとって、 初のタッグだったかと思いますが初共演であったりだったかと思いますが、えー、過去作過去の出演作など皆様こうそれぞれ見ていただいたかと思うんですけれども他のお二人の印象っていうのは どんなものだったんでしょうかまた実際にお会いしてみて、その印象は変わりましたでしょうかちょっと順番に阿部さんからお答えいただいてもよろしいでしょうか私はこの質問を聞くと、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 私はこの質演を聞くと、私はこの質問を聞くと、私はこの質問を聞くと、私はこの質問を聞くと、私はこは質問を聞くと、私はこの質問を聞くと、は 在现场呢，真实的就是见到了面了，一起合作，那么互相的印象又是怎么样的？我想听一听。那么首先，我们先请阿布先生讲は<い>。是，是，お願いします。え、まずあの監督の作品は、え、何作かえ、この映画をやるとに見させていただいて、非常にそのあの人間の、描いていて優しさのミジュ作品をとっていらっしゃった。

信者さんは僕、緊張するんで、その先読みずに、<laughs> 今回はね、この役で直接、あの、一緒にコラボ中していきたいなと思って、未来で今回入ったんですけど、まあ、現場で非常にあの、僕なんか、周りのスタッフも全員そうですけども、気を使ってくださったりとか、いろんな差し入れをしてくださったりとか、ちょっと難しく嬉しかったし、まあ、監督に戻りますけど、監督は本当に現場で集中力を持って、えー、っとこだわって、 共に作品を戦わせていただいたと本当に感謝してますしい、それはもう新庄さんの監督もものすごい集中力でね、作品に挑んでたんで、まあ映画作りというのは世界共通なんだなと。言葉はまあ、完璧には通じないけども、もの作りというその見えない言葉というのは世界共通なんだなと思って、やっと仕事にりたいといま 那是这样的，谈到新节呢，我开始的时候啊，就是非常的紧张嘛，因为之前没有合作过。那么通过这次的作品呢，有机会合作，所以我当时是非常非常的紧张的。但是到了现场以后呢，包括您还有周围的这些工作人员，他们都非常的热情，非常的亲切，各个地方都准备得很充分。 所以呢，令我呢，也就是很容易的就能够投入这个角色，进入现场啊。那我们再回到来讲导演，导演呢，他在现场是正是全神贯注，就是说精力非常的集中，但而且呢，对各种细节都是非常的执着啊。但是我们拍的是很愉快的。那么心杰也是的，他们我觉得这两位导演和演员，他们都是非常的集中精力啊，全神贯注的在投入这个电影的拍摄工作。其实我们讲到拍电影呢，我想这是全世界共同的。 虽然我们语言不同，但是我们都在要创造一个作品，所以这个地方呢是共同的，我觉得非常的高兴。嗯，是。ありがとうございます。そうし李新杰さんはいかがだった那新杰，您怎么样呢？可以谈谈。嗯，um, 其实我们我跟呃林导演还有阿不宽先生合作之前，我当然看过了他们的作品。 那他们是很优秀的电影人，所以能够在西湖花园里合作，对我来说是，嗯，我非常期待，我觉得也是很幸运的事情。那呃，我其实从来没有想过我有机会可以就是跟日本演员合作，所以那个时候，呃，我接收到就是阿布宽先生答应演出这个这个电影的时候。 我非常非常高兴，因为呃，对于您来说，阿阿瑞托姆是他生命中很重要的一个人，所以我觉得这个角色由阿布款先生来饰演，真的是太完美了。然后嗯，还有就是我跟林淑玉导演虽然第一次合作，但是呃，我们非常有默契，很契合，就是我们在角色上的对角色上的一些。 啊、呃，想法还有呃表演的方向都有很高的共识。然后我也很谢谢导演在拍摄的时期时间给我很大的信任，因为每天的拍摄都很辛苦。然后导演也常常在适当的时候给我很大的精神上的支持跟鼓励。 まあそうですねこの映画はあの、まあ、監督とそして安部さんとあのやるわけですのでその前のお二方のこの作品をもちろん全部見ましたもう2人とも大変素晴らしい映画人だというふうに思っております今回一緒に仕事をすることができて大変まあ期待もあって、まあ、ある意味では私自身はとてもラッキーでしたで実は私は日本の俳優と一緒に仕事をするというのを今まで考えたこともなかったわけなんですねそれでこの役を 安倍さんが引き受けたということを聞いたときには本当に嬉しかったですね。というのはこの主役のこのユインリン、この女性にとってありともという役柄は大切なもう まあ人なんですよねだからこの役はもう本当に安倍さんにとってはぴったりの役だと思っております。で監督とも実は私は初めての仕事なんですけれどもでも仕事を始めてみてあの2人の間に何らかのこの暗黙の了解があったような気がしてですねでどうしてかと言いますとやはりこの役柄に対してのその見方考え方あるいはその演じ方に関する方向性の問題だとかそういったところはですねあの常にまあ一致しておりました。まあ、だからこの場を借りまして監督に まずお礼を言わなきゃな,ならないと思いますなぜかと言いますとこの撮影の期間中非常に忙しかったにもかかわらずあの私にこの特別な時間空間を与えてくださってとても信頼してくださったんですね本当におかげさまで私は何とかこの役をこなすことができましたので本当にありがとうございましたありがとうございますトムリン監督はいかがでしたでしょうかども皆さんお会いしましょうどうもどうも 呃，我呃，我当然是，嗯，会找这两位演员，就是因为非常，呃，喜欢他们的作品，所以，呃，我我觉得是说有这个，嗯，荣幸去跟你很爱的演员工作的时候，那个是真的很开心的一件事情，因为你每天都知道，就是我到现场，我可以拍他。 我觉得这种感觉，嗯，非常的好。这个对于一个创作者来说，它是一个很大的能量。那，嗯，在过程当中，就是演员跟角色们，呃，成为一体，嗯，到最后我们的这样的一个完成，对，就是我其实就就真的是非常的感谢他们，呃，愿意来演出，然后啊、嗯，然后合作的真的很愉快。对，你说那个印象。 当然私はこの二人の役者が今回出演してくださったことに関しては本当に嬉しいと思うんですよね。えー、もちろんこの二人が出演した作品も見ました。まあ どういうふうに言ったらいいんでしょうかつまり私は大変公演に嬉しいと思っているわけなんですよね。自分の愛する役者と一緒に仕事をすることができて、この気持ちっていうのは、この嬉しさっていうものは、なかなかわかるものではないと思うんですよね。特に現場へ行きますと、さあ、この二人を今日取るのだ。 というのはそれはものすごく監督にとってはねなんかワクワクするようなこのいい感覚になるわけなんですよねそうすると映画作りつまりこのクリエイターにとってはこれは非常にいいエネルギーにもなると思いますもうだから結局は最終的にこの役柄と役者の皆さんがもう一心同体であのこの作品を完成することができてもう本当に この場を借りましてお二人にはもう感謝するしかないと思うんですね。本当に一緒に仕事していてとても楽しかったです。まあ、だからお二人に対する印象というんですか、これはもう最初から最後まで現場ではもちろんとてもいい印象でしたよ。はい。ありがとうございます。先生、はい。では次の質問に参ります。えー、映画では 秘密を守り通す阿部さん演じる有友の姿がすごく印象的でしたが、皆さんが秘密にしていることっていうのはあるんでしょうか何か簡単なことでもあれば教えていただければと思います。まずは安倍さんから。 <laughs> 簡単な何か私は、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 私没有は、私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 は、那么我们先请阿部先生说阿部 <laughs> さんからは、私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 か 映画撮影してる時に、はい、マレーシアでずっと撮影してて夜にその遊戯を撮影した時にこれはあんまり監督に言ったら怒らないかもしれないけどものすごい大きな照明を耐えてあの夜の撮影をやったんですねそしたらマレーシアってあの昆虫がすごい,い多いというので。 マレーシアのムシがても多くの人はとても多くの照明に飛んできてても多の人はとても多く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 の人はんても多くの人はと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 てもとてもとてもとても 导演会骂我，他说：“因为什么？我们在晚上拍摄的时候呢，是打很强很强的这个灯光啊，都是一些大的这个灯光去拍。那么在这个山上拍呢，有很多的这个虫啊，就是硬甲的这个种甲虫，他们就飞到这个灯光那儿来，我呢偷偷的就捕捉了几个，然后呢带回自己的房里去这是我的秘密。”哈哈哈哈哈！你不是。 我是有有一天晚上我们在拍摄的时候，我们就各自在我们的那个休息棚休息，然后突然那个阿贝桑的经纪人就叫我：“星星星星，你快点来看！”然后我就看到阿贝桑的，好像是手上面有一只那么大只的甲虫，我不知道阿贝桑还记得吗？然后我们全部就说：“好神奇哦！”然后因为我我是不会让。 因为我怕昆虫，我不会让昆虫在我的身上爬。但是那个我看到那个甲虫就在阿贝嗓的手上，所以就是晚上在郊外拍摄，就有很多蛮特别的经验。 そうですね。確かに、ある晩、撮影の時に、まあ、ちょうど、まあ、皆さんそれぞれの休むところで、まあ、休憩を取っていたところ、安倍さんのマネージャーが私のところにやってきまして、新んじ地じ早く見に来て、見に来てって、え、なになにって言って、で、安倍さんのところ行くと、なんか安倍さんの手の上にですね、カブトムシが乗っかってるんですよね。<laughs> わー、びっくりしまして、私はね、昆虫、 嫌いなんですよね、苦手なの。なんかまして自分の肌の上で虫がなんかいるっていうのはちょっとびっくりしましたね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。すいません。すいません。大変だ。うん。何をしたいのミミミ。ああ <laughs>。えー、好き。私は何回か知ってるの 那个我们在拍，呃，那个有一天我们有去到一个呃比较深山里面，很不容易到的一个场景，那个地方叫做青苔森林 m a s s y forest）。对，那个地方是神圣的，我们什么都不能带进去，什么都不能带出来，非常困难的一个一个一个场景。然后那一天天气又不是很好，但要拍的戏很重。 嗯，um, 我们真的能够在那边拍的时间，其实呃不长，蛮短的。那嗯，其实那一天的拍摄，我的压力真的很大，然后我一直不确定我们到底有没有就是够多的这个时间。那嗯，我自己因为对于就是一些东西的要求，可能稍微比较希望高一点这样子，所以就是在拍的时候。 就我一直觉得，嗯，其实我当然我们拍完了都要跟演员说都很好都很好，但是我一直在想说，哎，是不是不够时间给他们，嗯呃，在那边拍摄，然后是不是不够时间啊、呃，让他们啊呃,呃做到他们呃呃最最最好的一个表演，对，所以当天收工的时候，呃，我其实偷偷的就是跑到旁边去，呃，我就。 跑到旁边去去流泪了，因为我就很难过，说是不是真的不够？对，那当然，后来最后我们看到呃拍摄的东西的时候，他们都是演的非常好的，然后其实是没问题的，只是因为我们那一天真的时间很很很不足，对。是 <laughs>。そうですね。あのこの話はですね、新城と安倍さんは知らなかったかもしれませんので、まあ皆さん多分覚えていらっしゃると思うんですが。 あの、ある日ですね、非常に、まあ山の、まあ、要は深い山のところに行って撮影をしなければならないという時がありまして、ここはですね、マーシーフォーレストという、あの非常に神聖なる、あの山森なんですよね。で、あの、いろんなものを持ち込んで、あの、撮影することは許されないので、しかもその日、天気があまり良くなくて、しかもその重要な場面も撮影しなければならないので、まあ、 この場面はですね、長くはないんですけれども、でも私にとってはですね、その撮影する前に非常に大きなプレッシャーを感じたわけなんですよ。つまり、こういった状況での撮影は役者にとっては十分な時間は与えられていない可能性があると思うんですよね。まして私自身が非常にいろんなこと、細かいことにこだわって要求も高いわけですよね。 そうすると撮影するときにはずっと思っていて、あの、ひょっとしたらお二方にはですね、あんまり十分な時間を与えることはできなかったんじゃないかなと。だけれども撮影は終わったんですが、まあよく撮影終わった後に、私は役者の皆さんには必ず、まあよかった、素晴らしいって言って褒めるんですけれども、でも本当に役者の二人にとっては、ひょっとしたらそこは自分のベストの演技まだできていなかったかもしれないと、もう考えたわけなんですよね。 で撮影終わった後に、実はひっそりと、あの、涙を流したんですね。ああ、やっぱりもうちょっと撮影の時間があったらいいなと思ったわけなんですね。ところが完成した映像を見ますと、まあ、二人の役し、まあ、演技というものは本当に素晴らしいもので、もう申し分のない、あの、すごく問題もなく、もう素晴らしいものでしたので、まあ、これがちょっと当時の、ちょっとした秘密でした。うん、<laughs> ありがとうございます。先生大変。 まだまだお話を聞きたいところなんですけれども本当に短いんですがお時間になってしまいまして <laughs> あの最後にニ、来場の皆さんにメッセージ、をいただけたらと思います、えー、まずはベサさんからお願いいたします我们虽然还有很多ドウ要想テ但是因为时间的关系没有时间了我们最后邀请各位アロム、ツイホーヤーツィングウォンテ、チェントウォンティアウォンティアウ えー、皆さんこの映画を見て、えー、どうお感じになったでしょうか、えーあのまあ、僕はこの映画をやって、まあ、戦争というのは本当にあの悲しいことだなと、えー、実感しました、えーまあ、よく本当に監督もおっしゃいますけども、まあ、映画の中ではどちらかは悪者だったりとかそういう、まあ、戦争映画というものは多いですけども、まあ、戦争自体がやっぱり むなしいものであって、どちらが、えー、加害、被害ということもありますけれども、それよりもやっぱそれ自体が非常に悲しい出来事だと思っています。まあ、今、この社会がいろんな形で分断されている中で、えー、この映画で皆さんも見て、何か深いものを感じていってもらえると非常に嬉ししく思います。<laughs> 那么，我想最后对观众朋友们说，今天你们来看这个电影，看完了以后，我不知道你们的感觉，觉得是怎么样，如何啊？那么对我自己来说，我参与这样的一部电影呢，我是很多地方都有实际的这个得到真各种各样的感觉，因为这个戏里面也有很多的好人，也有很多的坏人，因为是一个战争的一个时期嘛，当然会有加害者、受害者。 都会有啊。那么，就像我们现在的社会一样，我们这个现在的社会呢，也是好像是分分断了、断裂了的。那么，所以我希望大家呢，在看了这个电影以后呢，从这个电影里面可以得到一些个信息，怎么样去看待我们今天的这个社会？这是我要对大家说的。李最後那么，我们最后邀请新杰也跟观众朋友说几句。 呃，我想《西欧花园》这个故事呃、啊、呃，还蛮充分的体现了呃真爱的这个力量。嗯、呃，因为我觉得，嗯，我觉得生命是很无常的，呃，尤其现在在疫情间，就是快持续快已经快两年的这个疫情的情况，然后呃，全世界各个地方都有很困难的事情，很困难的呃情况，大家必须坚持下去。所以我觉得。 人生很无常，我们难免会有一些挫折，或者是受到创伤。但，嗯，我觉得最重要就是能够有一份呃强大的爱的力量呃，让我们可以去修复这个创伤，让自己可以呃更坚强的呃生存下去。まあそうですね。この物語はですね、まあある意味では。 のう誠のこの愛というものを表現していると思いますまあ、我々人間の命っていうのは本当に無常なものなんですよねで今世の中このコロナのこの状況が2年も続いておりましてもう世界あちこちでですね山はまあ、な難しいことはこう言われる 問題はですね、山積しておりまして、でもとにかくこういった状況にもかかわらず、全員頑張ってですね、とにかくなんとか頑張って生きていくということはとても大切だと思います、まあじ。人間の命というのは無常だと言ってたんですけれども、当然、この人生においてはいろんな挫折もあり、傷つけられることもあり、でも我々には強い愛の力というものがあればですね、それを乗り越えることももちろんできます。ますし、

嗯，um, 如果呃，云林跟周村有朋他们在那样的一个环境下，这么不一样的两个人，但都能够找到彼此能够欣赏对方，以及成为彼此救赎的地方，那我觉得我们人跟人之间的同理，我们人跟人之间的爱的力量，嗯，是无限的。 然后也希望大家是带着这样子的一个心，啊、嗯，在面对人，在面对我们的环境，那也一样。希望你们喜欢。然后，如果你们喜欢的话，请跟你们的朋友分享。谢谢。嗯、あ、そうですね。観客の皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。わざわざ映画を見に来てくださいまして、え、皆さんが映画を見て、あの映画を好きになるということはあの嬉しいと思います。 で、まあ、この物語を通して皆さんもすでにご覧になったと思うんですが、まあ、映画の中で登場するこのユインリンと中村有友という、この二人の人物は、あの戦争のようなこの過酷なこの状況の下で、にもかかわらずお互いのいいところを見出して、で、また受け入れるっていうところは、あの多分お互い好きになるところだと思うんですよね。で、結局人間と人間というのは、理解がとても大事だと思うんですね。で、また愛、 といいう力も無限でございます、まあ、こういった気持ち、こういった愛のまあ力を持って、我々はこの自分が今置かれている状況にあの直面することはできると思うんですよね。まあ、映画見て気に入っていれば、あの皆さん、周りの友人にもですねぜひこの映画をお勧めください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。シェシェ 皆様、ともありがとうございました。本当に短い間でしたが、これを待ちまして、ユギリカへの初日舞台挨拶を終了とさせていただきます。那么因为时间很短いので、私たちは終了です。今日は私たちの時間を待ちます。谢谢どうもありがとうございました。ありがとうございました。好バ,<イ>バイバイ。バイ。 あ、うぞ、ほいそう。また <laughs> もえ見えてきました。皆さん手を振ってくださいましたね。ありがとうございます。おはます。シシあはい。あっ。終わり

再见，拜拜，拜拜。